5ではついにあのドラマも台湾に行きました。台湾に、台北の方に行きましてね、それでやったんですが、僕らも演奏もしたんですが、僕らがちょうど演奏に行った時に、台北に行った日にテレビでは放送してたんだね。そうです。だから僕らは放送日に台北に行ってたんで、台北編が見れなかった。台湾に行ってて台湾が見れなかったんですよ。それで、その日はちょっと観光して、翌日ライブだったんで、その出た店に、台北で出た店に、翌日の昼にみんなでお昼を食べに行ったんですよ。そしたら昨日の番組を見て、もう日本から来たやつがいるっていう、すごい速さ、どうやって来たんだろうっていう、すごいですよね。一番に来たかったからって言って、してたけど、どうやって飛行機取ったんだろうっていう。で、そんな台北編をやったんで、そのための音楽も作りました。その中から2曲お届けしたいと思います。台北快晴という、僕が基本的なところを作って、シャケがその上に華麗なアレンジを乗っけてくれた軽快な台北快晴という曲です。